はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきます。滝の洞窟へ向かうところですね。湖畔の村アストリアだっけは壊滅しました、獣人たちの攻撃により。もう一匹か。レベル1のマイコニンとはさすがに弱いね。あ、アンジェラがいる。もう、聖都ウェンデルに行きたいんだけど、滝の洞窟に入れないのよ。頭きちゃう。ああ、それだったら。フェアリーが入れるようにしてくれるって？マジ？私も森の中で光を見たのよ。行かなくてよかった。そんなのに取り憑かれたくないもん。災難だったわね。散々な言われようだな。じゃあ、さっさと入れるようにしてもらってよ。それから私をウェンデルまで連れてってね。ずっと一人で疲れちゃった。アンジェラのこれまでのお話を体験しますか？過去体験中はセーブができません。過去体験中に入手したアイテムは終了後破棄されますと。まあ、多分アンジェラ主人公でやってここまでの物語を追体験できますっていうのができると。いやでもいや、私の名前はアンジェラ。こう見えても魔法王国アルテナの王女なのよ。でもどうしても魔法が使えるようにならなくて、そんな私にお母様はとても冷たかった。私の命と引き換えに古代魔法でマナストーンのエネルギーをコントロールしようとするなんて。それから後のことはよく覚えてない。気がつくと城の外に倒れていたわ。私はどうしていいかわからなくなって雪原をさまよい、たどり着いたエルランドの町で旅の占い師から聖都ウェンデルのことを聞いて、わらをもつかむ思いでここまで来たの。ちょっと待ってくれ。お前アルテナの王女と言ったな。お前もあのクレンの魔導士の仲間なんじゃ。バカ言わないでよ。誰があんなやつと。お母様と一緒にあいつも私を殺そうとしたのよ。あんなやつ大っ嫌い。そうか、そうだ、すまん。教えてくれ、あのクレンの魔導士は一体何者なんだ。以前は私と同じく魔法が点でダメで、いつも魔法の先生のホセに怒られてたのに、ある時いきなりアルテナ一の魔法使いになっちゃってさ。今じゃお母様の右腕として大威張りよ。王女様である私をアンジェラなんて呼び捨てよ。思い出しても腹が立つわ。アルテナ一の魔法使いか。だが俺もフォルセナ一の剣士だった男の息子、負けるわけにはいかない。ところであんたの名前聞いてなかったね。デュランだ。さあ行きましょう。デュラン、アンジェラが仲間になったと言っても魔法は使えないけどね。キャラクターの切り替え R2 と L2、 攻撃は殴り。全くこの杖というものの性質を分かってないな。殴るためにあるものではないこれは。じゃあ入っていきましょう。グハ、もうせっかちね。ちょっと待ってて、今結界を解くから。フェアリーって一応デュランに取り付いてこうなんか生きてるけど、これで OK よ。命でも吸い取ってんのかな。じゃあ入ってきましょう。
滝の洞窟、ゴブリンらしきモンスターがいる。寝てるな。こいつらからすればこっちが侵入者だからね。よく一人でここまで来たな。魔法王国アルテナの王女だからね。戦いの訓練はしているわ。こっちは命を狙われているんだし、魔物くらい倒して進むわよ。そうか。じゃあ魔物が出ても気にかける必要はなさそうだな。一緒に行くのはいいが、俺の修行の邪魔をするんじゃねえぞ。修行っていう位置づけだったんだ。弱すぎて暴れ足りないぜ。アイテム完全に山賊だよなこいつら。でこっちもあるね。行き止まりっぽいけど、宝箱、まんまるドロップ。何個あんの今、何個持ってる？まんまるドロップ18個とか。回復には困んないな。まんまるドロップの回復力もすごいからね。宝箱が見える。36。回復はしなくていいでしょ別に。で看板を読もう。左が生徒ウェンデル、右も行けるよね。ちょっと右気になるから行きましょう。なんもない、帰ろう。でキノコレベル4か。今自分もレベル4。お、なんか使ってきた。眠り方針なんか効果かよくわかんない。霊障を食い止めたのか。ちょっとこれくぼみは調べていこう。アイテムがねある可能性がかなり高いんで。プイプイそう、向こうにいっぱいいる。モンスターレベルと合わせるくらいがちょうどいいのかな、自分のレベルっていうのは。適正レベル、タネ攻撃、眠り攻撃、寝た。アンジェラに切り替えよう。吹っ飛ばされてる。5、6、7、弱い。タネ攻撃。この室内は戦いづらいが慣れるしかないな。なんか言ってたけど、何が戦いづらいって言った。アンジェラの力を見せてる。撲殺女アンジェラ、赤い音波、体重弱すぎるわ。最初大変そうだな、アンジェラでやると。まあ、シャルロットとかもそうだと思うけど。シャルロットはでも最初から回復魔法使えるんだっけ。ちょっとここ広いね。一通り探索しよう。回復、あれデュラン結構人々減ってる。あれなんかどっちから来たっけ。こっちは行けない。向こうから行くのか。ちょっとそうだね、こうだね。アイテムも回収して夢見そう。敵を全て殲滅する。7食らってんのか。それなりにいっていっていって、やっぱり知らないうちにダメージをもらうね。寝てるときやばくね。なんだかんだでディランもう人々半分以上減ってる。ダメ攻撃、火力の差が顕著だな。で宝箱、天使の聖杯、まんまるドロップ使ってみるか、せっかくだから。200、回復量が半端ないよな、最初の回復アイテムにしては。では先へ行く前にアイテム10円。この先生徒ウェンデル、こうやって捕まってんだ。死ぬかと思ったデッチ。どうもありがとさんでした。あたちはシャルロット、この先のウェンデルに住む美少女デッチ。
その美少女がこんなところで一体どうしたんだ。危ないな。シャルロットのお話を体験しますか。いいえ。メンデルの新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。ヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。まあしかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに突如現れたヘンテコな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。メンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタさんが。少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな。俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから送っていってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんですよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんですから。さあ、ちみちみぼさっとしてないでお孫さんを丁重にウェンデルまでお連れするでっち。うん、な、こいつ。で、シャルロットも仲間になった。さあ、ウェンデルはすぐそこでちよ。忍べたち、シャルロットについてくるのでち。やれやれ、面倒な子供を拾っちまったぜ。今日これで3人。敵だ、気をつけて。あれ、みんなレベル4なのかな。ハンドアクス。洞窟内は戦いづらい。あ、みんなレベル4だ。慣れるしかないな。自分のレベルに合わせてあんのかな。すぐねんな、俺。こんなにできたってめんどくさいね。一回ジャンプ攻撃で当てなきゃいけないから。目的地はこっちだけど、あれ、おお、びっくりした。毎回毎回ビビる。うるさい子供だぜ。さて、どうしようか。そのまま、まあ向かうか。またこの洞窟はどうせ来るし。ん、どこだこれ。なんかめっちゃ高いところに来たけど、あれ、ついてきてなくね。どこ行った。あれ、迷子になった。あれ、二人いねえんだけど。まあいいか。まんまるドロップ。バネクジャコ、絶対に踏みつけないでくださいと言われれば踏みたくなるのが人間というもの。こうかな。あれ、どうすればいいんだ。おお、いけた。あ、大した危険性はないよね。ボヨーン。天使の聖杯。いや、マジで2人どこ行ったんだ。
ここはそういうマップなのかな。セットウェンデル、ここがウェンデルか。早く光の司祭のところに行こうぜ。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。犬さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。犬なんだこのフェアリー。え、話すたびになんかこうなんの。ヒース様のファンなの。うぜえ。武器屋とか見たかったんだけどな。まあいいやか、それは後で。いる、いつの間に来たんだお前ら。シャルロットと別れたの。結構話せる人はいっぱいいるからね。森の中とかに生えてる不思議なキノコ、普通じゃいけない高さまでジャンプしていけるようになる。あれ、これ割れんのかな。これ割れないか。もう割れる壺は形が決まってるね。そのまままっすぐでいいのかな。女の子がいっぱいいるな。ちょっと話していこう。光の司祭様の言葉はありがたい。うちの子は途中で飽きちゃったみたい。この子に話しかけよう。最近滝の洞窟の奥の方から変な音がする。ズンズンって一体何かしら。生徒ウェンデル、光のマナストーンの守護のために古代都市の遺跡にほど近いこの地に建てられたんです。古代遺跡とかがあるんだね。10円。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。あんたが光の司祭か。さあ俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足。とてもクラスチェンジなどできん。なんだと。お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。十分に経験を積み、マナストーンから力を得られればクラスチェンジが叶う。くー、そんなかったりいいことやってられっかよ。俺は今すぐ強くなってあのグレンの魔導士を倒してえのに。ふーん、あなたが光の司祭さん。なんか普通のおじいちゃんって感じ。私を助けてくれるかと思ってわざわざ来たのに。ん？ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。なんだかさっぱりわからねえ。何を人事みたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって。見てないよ。おいフェアリー、どういうことだ。ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、それよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろう。さっさと俺から離れてそのジジイにでも取り付いてくれ。
それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。おろ、あなたグレンの魔導士を倒したいんじゃなかったの？マナの剣を手に入れれば最強の戦士になれるよ。のてめえ、人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。よし、その剣を手に入れてグレンの魔導士を必ず倒すぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界の様々なところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。マナの剣か。お母様もそんなこと言ってた。お母様もその剣を手に入れようとして。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。ねえお願い、私も一緒に連れて行っていいでしょ？もちろんよ。それに精霊たちと出会えばすぐ
後にあなたも魔法が使えるようになるし。本当？やった！光の司祭の願いから新たな力が生まれた。絆の力。リンクアビリティ取得。ヒットポイントアップ。光の司祭のリンクアビリティ常時ヒットポイント30アップ。そういうアビリティ覚えてないね。リンクアビリティはパーティー全員が装備できる特殊なアビリティです。育成画面から育成ポイントを振って冒険中に出会う人々と交流を深めることで取得できます。思わぬ人からリンクアビリティを取得できることがあるかもしれません。思わぬ人とかだと結構街探索しないといけなそうだね。女神像がある。銀の女神像だ。この教会金ないのかな。この司祭さん何してんの普段。仕事。これ突っ立ってるだけ。相談相手か。相談役だよね。みんなの。お祈りに来た。こういう人とかリンクアビリティくれたりするのかな。こっちも行けそうだね。あれ、これは？あ、宝箱が置いてある。これずーっとここに置かれてたのか。パックンチョコ、君らのパックンチョコを食ってしまった。食ってしまったってか取ってしまった。すまん。これはもらっていく。あれ、上も行ける。広い。すべてを探索するだけで動画1本分使ってしまいそうだ。あれ、なんかいっぱいある。違う違う違う、これは目的地ではないか。じゃあ、まあこのまま行きますか。シャルロットもついていくでち。ヒースを探すんでち。あんたさんがダメって言ってもついていくから断っても無駄でちよ。シャルロットが仲間なんだ。こいつずっとここで待ってたのか。俺が行きたいのは武器屋、防具屋。まずは武器屋だな。てか金大丈夫なのかな、それが心配。へい、親父、ブックレ。いい商品揃えてるよ。あ、アイアンソードはもう持ってる。スタッフ110円。大事にするわね。すぐ装備しよう。で、ウッドフレイル、これ110円。お目が高い。で、残り440円。またのお越しを。防具買ったら金なくなりそうだな。この人たち武器を見ている。どれにしようかな。この剣かっこいいな。僕も剣士になりたいな。武器がさ、もう一般人でも手に入るような制度なんだね。なんか許可制とかじゃなくて結構危ない世界だな。防具屋さんはここか。あ、宝箱がある。先にこれ取ろう。80円足しにさせてもらうぞ。でも店の金っぽいよね。店の金をパクって防具を買う。揃えてるよ。3つ買ったらもうほぼほぼなくなんな。ハードレザー、ローブ。いい買い物したわ。みんな満足してんね。ワクワクでち。で、200円か。またのお越しを。てかちょっとソフラン見てみよう。これか。え、まだいっぱいあんじゃん。兜もあるし。これはアクセサリー。盾？あ、盾だね。盾も持ってんね。で、アビリティ、ヒットポイントアップ。あ、つけられる。あ、これ普通にもらったってことか。それはいいな。30って今の段階だとかなりでかいよね。専用アビリティはわからん。十文字切り。衣装変更。クラスに合わせた衣装。あ、なるほど。見た目変えられるんだね。クラスチェンジすれば。で、さっきのは共通アビリティだから、これはもうデュランが装備してるっていうことか。あ、さすがに立っては無理だね。ちょっと違う、こいつなんか着ぐるみっぽい感じの頭なんだけど、そういうところも凝っている。防具も見てんのか。
光の司祭様を知っているか、とても聡明なお方だ。この町に来たなら一度お会いするといい。暇そうだったけどね、突っ立ってるだけだから。さらにアイテム、アイテムの種、そうだね、アイテムの種もそろそろ使おうか。あ、宝箱、マジ泥棒だから、パックンチョコ。よし、これを植えよう。9個まあ、レベル1だから大したものはならないと思うけど、コイン、プイプイソードロップ、あれ、なんか腕輪とか手に入れたんだけど、聖水の腕輪、大地のコイン、コインは多分これ耐性が上がるっぽいよね。モールベアの爪、蜂蜜ドリンク、プイプイソー、まだ上がらないか。もう10個くらいやんないと上がらなそうな気がするけど、なんか腕輪手に入れたから見てみよう。これか、聖水の腕輪、黒焦げ状態を無効、防御力は3上がって、魔法防御力も4上がる。あ、でもなんかそこそこいいの手に入れたな。装備しよう。というわけで、じゃあここでセーブをして今回は終了したいと思います。次回は滝の洞窟、もう一回、探索をしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。あれ、今日はマナの祝日、ただで泊まっていいよ。マジか、商売上がったりになるんじゃん、ここの宿屋。